とある男が犬を連れてバーに行きました。飲み物を注文するとバーテンダーはこう言いました。ここは犬を連れてきちゃダメだよ。すると間髪入れずに男は答えました。この犬は私の盲導犬なんだ。バーテンダーはすかさず謝り、一杯目はサービスで出してくれました。そのまま男は入り口のドア付近に座っていました。しばらくすると別の男がチワワを連れて入ってきました。最初の男はチワワの男を呼び止め教えてあげました。盲導犬と言わない限り犬は中には入れてくれないよ。チワワの男は礼を言うとカウンターに向かいました。するとバーテンダーが言いました。犬はお断りだよ。これは私の盲導犬ですから。そんなわけないだろう、チワワの盲導犬なんて聞いたことない。すると男は少し考えた素振りを見せ驚いてこう言いました。なんだって、俺はチワワを渡されていたっていうのか。